ハース VF-16 は、ハース F1 チームが2016年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。2016年2月21日に正式発表。同年からの F1 参戦を前にフェラーリとテクニカルパートナーシップを結び、パワーユニットやギアボックスなどの主要コンポーネントの供給にとどまらず、技術面でのサポートも受けられることになった。 シャシーはダラーラが製作。シャシー名の VF はハースオートメーションが1998年に最初に製造した CNC マシン VF-1 に由来。V はバーチカルを意味しバーチカルミルの業界用語である。創業者のジーンハースがそれに F1 を付け加え、さらに自分たちのベリーファーストワンという意味も込められている。開幕戦オーストラリア GP で ロマン・グロージャンが6位入賞。新規参戦チームがデビュー戦でポイントを獲得したのは2009年のブラウン以来である。続くバーレーン GP でもグロージャンが5位入賞と順調にポイントを獲得したが、次の中国 GP にてタイヤ最低内圧の前年からの変更に対し、グロージャンが不満を訴え、さらに翌2017年の大幅なレギュレーション変更に備えて、 開発のウェイ翌年のマシンへ振り向けたため、これ以後チームは勢いを落としたが、初年度のコンストラクターズランキングは11チーム中8位と検討した。1年を通してブレンボ製ブレーキに関連したトラブルに終始悩まされ続けた。開幕前からブレーキの不安を抱えていたが、前述の中国 GP では、 エステバン・グティエレスが金曜フリー走行でブレーキから出荷するトラブルに見舞われ、マレーシア GP でグロージャンのブレーキディスクが破裂、日本 GP でもグロージャンが金曜午前のフリー走行1回目でブレーキトラブルに見舞われ、チームのホームグランプリとなる。アメリカ GP でグロージャンが順位入賞を果たした一方、グティエレスはディスクの破損でリタイアを強いられている。 問題の原因を特定するため、メキシコ GP でブレーキのマテリアルを変更し、次のブラジル GP はカーボンインダストリー製のブレーキを試すことを決めた。この措置はブレーキをブレンボからカーボンインダストリーに変更する目的ではないため、ブレンボの了承を得た上で言った。ありがとうございます。